前回はさ、なんと一番欲しかったサクヤ様が一撃で来たっつうね。この奇跡ミラコたまんね、嬉しかったマジで。超可愛いマジで。マジサクヤラブ最高でしょ。で今回はさ、バルキリー、グレイスバルキリータンをゲットしちゃおうぜマジで。いやめっちゃ楽しみ。これめっちゃ可愛いよな、バルキリーとサクヤ。いやたまんねえよ。あとね、シークレットも何か気になるからゲットしたいっていう気持ちもあるんだけれども、やっぱり最初にバルキリーでしょ。いやーバルキリーお願いします。はぁ、緊張する。このさ、開ける瞬間たまんねえ緊張するね。もしくはサクヤもう一個でも全然オッケー。もうサクヤ可愛すぎる、マジ美女、美女レベルマックスからの、いくぜ、いっちゃおうぜ。やべえ、めっちゃ緊張する。マジで俺死ぬんじゃねえか、おい、マジ俺の欲しいやつ。いや、これやばいね。え、このシリーズ正直やばくね。なんだこれ、うわー、レリーフ、マグネットレリーフなんだけれども、マグネットがめっちゃちっちゃいんだよね。まあでもくっついたからまあ問題はないね。軽いからさ、ちっちゃいマグネットでも全然くっつくんだわ。すっげえ軽いもん、これ本当に重さほとんど感じない。これだったらジャイアンの方が全然重いもん、ほら。ジャイアンの方がちっちゃいじゃん、ほら全然。でも、ジャイアンの方がすげえ重い。うわぁ、すげえ、やったぜ、バルキリー来た。ちょっと見ようか、細かいところ。うわ、素晴らしいクオリティだな、これ。やばし。マジやばし、やんごとね。うわ、ペライな、おい。しかし、ペライ。ペライけどさ、くっついた。美女が、美女二人が、美女モンスターが、くっついた。すげえ、いや、クオリティ高い。でもね、さっきはナンバーワンかな、やっぱ。いやー、バルキリータンも半端ないけど、やっぱ、サクヤタンかな。バルタンも、バルタスもやばいけど、やっぱりね、サクヤタンでしょ。いや、クオリティやばくない？やべ、泣きそう、本気で。いや、ほんと正直来ると思わんかった。正直ね、こんな連続で欲しいの2体来ると思わねえじゃん。いや、時止まったわ、ほんと。ザ・ワールド。ザ・ワールドった。はっぱねえ、嬉しい。いや、ほんとに、あざす。ありがとうございます。いや、ほんとにこれやばいわ。どうこれ、このクオリティどう、やばしじゃね、本気で。あー、でもね、昨夜、やばいわ、やっぱり。バルキリーも嬉しいんだけれども、やっぱ自分の好きなキャラが一番かな。昨夜もう一体欲しい。これ絶対ゲットしよう。あと、バルキリーのクオリティね、見て。すげー。クオリティが、パナすぎる。なんじゃ、この細かいところのペイント。素晴らしいね。目がいいわ、このシリーズ、目。目のさ、ほら。出来具合。出来栄え、半端なくない？うわ、美しい。やったぜ。バルタソ来た。これはね、やばいわ、もう満足だわ。あとはね、昨夜もう一体に、うん、バルタソもう一体に、シークレット、ゲットしたいね。でもね、シークレット何かわかんねえからな。シークレットなんだろうな。うん、まあ、いらないやつだったら別にゲットしなくてもいいんだけれども、いや、ここまで来たらゲットしちゃうか。今すげえ運いいから、買ったら出るかもしんない、シークレット。いや、楽しみっすな、これ。いつかさ、このシリーズで、リリスも出してほしいな。リリスも大好きだから、すげえ楽しみ。いや、すげえな、バルキリー。昨夜。これも家宝だろ、余裕で。レベル高すぎじゃない、ほら。素晴らしい、このクオリティの高さ。ペライけどね、めっちゃペラペラなんだけれども、クオリティやばい。これ嬉しい。バルキリー揃ったわ。ほら。バルタソー。こっちはもう立体。もうガチの立体。こっちは半分立体。おもしれ。いやー、バルタソーかわいいな、マジで。これは素晴らしい。よっしゃ、ということで今回はね、いや、これさ、ほんとやばくない？ほんとやばいよね。俺乗っちゃってっかもしれない、人生のビッグウェーブに。これ波に乗ってるわ。まさか欲しいやつダブルトップで連続来るとはな。
これは嬉しいわ。サクヤにバルキリー、いや可愛い、マジね2人とも可愛い、美女レベルマックス。やった。ちょっと待って、重大なこと言うの忘れてた。マジごめん、マジ悪い。ギャムでやれ、そしてギャムでやれ。いやこれ言わないと終わんないから。で次回はさ、うん、シークレット狙っちゃうか。ここまで来たらシークレット言ったろうぜ。シークレットとあとね、もう一体、もう一体ずつ欲しいから、バルキリーとサキアゲットしよう。よっしゃー、シークレット。これさ、シークレットなんだろう、俺の大好きなモンスターだったらどうしよう。やばいね、多分ね、多分絶対女の子のキャラクターなんだよね。なぜならば可愛い女の子のモンスターのレリーフマグネット、これって書いてるのにさ、女の子じゃなかったらやばいでしょ、泣いちゃうでしょ。もう女の子のモンスターで書いてんのに、シークレット女の子じゃなかったら泣いちゃうでしょ。だから多分ね、女の子だと思うから、うん、いやー俺の好きなキャラがいいな、頼むぜ。これすげー楽しみだわ。よし、じゃあまた次回ね、シークレット、次回狙うわ、シークレットでお会いしましょう。最後はね、ゲットしたばかりのバルタソバイバーでしょ。いやバルタソ半端ね、見て、いや可愛すぎる、半端ないね。